中国の企業でアリババって聞いたことあると思います。その会長が中国共産党員だったというお話。AFPBB ニュース、2018年11月28日。アリババのジャック・マー氏、中国共産党員だった。機関紙の報道で判明。怖っ。記事によりますと、中国電子商取引最大手アリババ集団の創業者で、世界屈指の富豪である、馬雲会長が、日本語読みしましたが、マーヨン会長、ジャック・マーさんが、中国共産党の党員であることが明らかになった。と、機関紙の人民日報が、26日、中国の発展への功労者を称える記事の中で、マー氏を党員として紹介した。あっちゃこちゃにおんねやろな。中国共産党は8900万人余りの党員を要する。大富豪の資本家の入党も珍しくなく、不動産王のシュー・ジャーインさんや、万達グループって書いて、ワンダーグループの創業者のワン・ジェンリンっていう人も党員なんですって。だが、過去に政治とは距離を置きたい意向を示していた、マー氏が党員であることは、これまで広く知られていなかった。黙ってただけ。人民日報は、記事の中でマーさんを、習近平国家主席が推し進める世界的なインフラ開発構想、一帯一路で重要な役割を担ってきた党員として紹介。アリババが本社を置く、浙江省での中国の特色ある社会主義の結出した建設者とも持ち上げている。いや、怖いわ。アリババ、共産党員やって。アリババ絡みのやつは使いたくないな。恐ろしいな。で、中国共産党員と判明した、ジャック・マー会長は、来年の9月に退任、辞める言うてはるみたいです。引退。このジャック・マーさんって方、1964年10月生まれの54歳やねんね。もともとは英語教師で、これ以上あかんなーって逃げるのかな。で、ウィキペディアによりますと、ソフトバンクグループ取締役でもあるねんね。合ってるよね。隠れ共産党ってあちこちにいますからね、共産党じゃないふりしてても、共産党やったりする。で、共産党の恐ろしさを、分かってない人は、まあ何言ってるか分かれへんやろけど、ちょっとマジでやばいんで、敬遠した方がいいと思います。